はい、皆さんこんばんは、和道です。音はどうですか？映像と音声問題なければ教えてください。映像と音声のバランスどうでしょうか？ゲーム配信また久々にやります。スーパーファミコン版の、ドラゴンクエスト、天空の花嫁シャープ3でお届けしたいと思ってます。よろしくお願いします。楽しんでいってください。映像と音声のバランス OK でしょうか？じゃあ行きましょう。今ヘンリーが拉致られたところからスタートです。レベル12かワード。どうすればいいんだっけな。で久々にやるんだよね。あどうなってる。道具、清水、キメラ、魔法の薬草いっぱいある。お金は、お金は装備は整えたっぽいですね。チェーンクロス、はい、一つ目で別の爪、皮のコスメ。多分チェーンクロス最強装備になってますね。はい、大丈夫かな。大丈夫ですね。じゃあ早速パパスに報告に行こうかな。街を探索しようか。冒険の書消えてなかったね。大丈夫だったね。どこ行くの？パパスが勝手にどっか行くんだね。どこ行くの？ちょっと待って、パパスなんで置き去りにするの？勝手に行っちゃうの？パパスどこ行った？パパス勝手に行っちゃったんだけど。息子は連れてけよ。なんでパパス置いてったんだよ、息子。育児放棄か？
装備は最強だからな。宿屋に泊まります。12ホール。北の方か。プップルが言うこと聞かねえな。レベルが低いと言うこと聞かないんだよね、確かモンスターが。全然言うことしかない。 MP 下げるのやめてもらいたいな。
どこだ洞窟。RPG はコメントしづらい。まあアクションゲームだとねしやすいよね。うん、まあ普通に楽しもうよ。雑談がてら普通に雑談してくれていいよ、うん、あれ場所がわかんねえな。洞窟どこだ。え、良さ普通に見えてる。映像と音声問題ない。見れてます。ああ大丈夫、それ見れてる。それは良かった。あれ場所が分かんねえな。洞窟になったりするんだ。でも今日もうバグは改善されたって報告来たよ、運営さんから。多分大丈夫なはずだけど、そこわかんねえな。北東って言ってたの。ワドさんの保存プツプツ。マジで。あ、そう。北に行って右に行くんだよね。東って右だよね。大きな洞窟がある。北に行って東か。北東って北と右だよね。あれ北に行って、どこだ。
え、マジで場所がわかんねえ。どこにあるんだろう。北東。懐かしい。ダンスやり合ってるな。え、
悟空うせえな。合ってんのかな、大丈夫かな、あれこれ進んじゃいそうな気がするな、危ねえな、戻ろう。戻ります。
レベル上がった。Thank you.
あ、カシミールさん、アイテムありがとう。ありがとうございます。なんでプックルは回復してくんねんだろう。パパス強すぎるだろう。魔物のエース。アイテムありがとう、カシミールさん。ありがとう。3、あ、2倍ポイントありがとうございます。エルフの飲みですよ。なんだ。マジックポイント回復かな。MP 全開かもったいねえ、使っちゃったよ。すげえ、鍵ぶっ壊した。来たー。
やべ、名シーン来るよ、名シーン。逃げるぞ。あれ？あ、来た。ゲマ、来た。戦いますか。全力で行きます。呪文、スカラ。あえてね、全力で行ってみましょう。強っ。そんなん勝てるわけねえじゃん。強っ。あえて全力で戦います。死んだわ。強すぎ。ダージャミゴンズ。普通に勝てるんだよな、カバス。一人でザ・ミゴンズと戦うのね。ミンチだパパス。ぬわ10年以上奴隷だかんな。記録しますか。どうしよう。続けます。続けましょうか。石運びのバイトですね。奴隷10年やってるからね。地下帝国ですよ。武器も取り上げられてっかんな。飯食わされてないんだろうね。HP 低すぎるでしょ。奴隷ってすごいよね。ここってあれだっけ、祭壇になるんだっけ。もちもち大神殿。
キャラだし。回復するんだ。そう、回復させとくか。今日まだホイミは健在だもん。どうしたらいいんだ、何をしたらいいんだ、俺は何をしたらいいんだ、助けてくれ、何をしたらいいんだ俺は。あ、フラグが立った。
マリアがしごかれてるのか。マリアやめろ、マリア。なんてやつだ、許せん。ヘンリー好きだぜ、そういうところ。ヘンリーいいぞ、ヘンリーいいぞ。ヘンリーもそういうとこ好きだ。よし、やってやろうぜ、革命じゃ。バギーで行く。素手殴ってみようかな。あ、結構効くんだな。あとは殴り合いだ、俺は。殴って殴って殴りまくるわ。薬草うぜえな。薬草ずるくねえか。薬草ずるいだろ。バギーで行こう。最後はパンチ。あれ、パンチ。こいつ強えな。いけるか。よし。ヘンリーは大人になったところ、マリア助けてるところだ。ミオちゃんいらっしゃい。牢屋行きだ。牢屋つれえかんな。奴隷になったところだな。島流し。樽の中に入、3人入るってすごいよね。樽の中に3人詰め込んで流すんだよ。どんな人生だよ、本当に。賭けに出すぎでしょ。パパ死んだ後だね。樽だぜ。漂流生活だもんね。まあ、せめて小舟とかさ。トンズラスッツォ、トンズラスッツォ、ありがとう。アイテム、あ、装備されてる。道具は何もなくなっちゃったのかな。松明は持ってる。いや、窓は波乱万丈だよ。ドラクエ5ちょっと俺の人生似てるよね。小さい頃親父離婚して牢屋の中にぶち込まれてるから、ね、マリア美人だな。
1000ゴールド。え、もしかしてお金、お金がだいぶ減ってる。4000ゴールドぐらいあったのに。取られてる。お金取られてる。あいつらふざけんなよ。4000ゴールドぐらいあったのに。ふざけんなよ。え、ビアンガのリボンで後半使うんだっけ？ふざけんなよ。俺のゴールド返せよ。とりあえずセーブします。うわぁ、ふざけてるわ。俺の金奪われたわ。ふざけてない。俺の金どうしたの？なんで勝手に金減ってんの？勘弁してよ。なんで俺の金減ってんだよ。ちょ、ふざけんなよ。ボロンゴに使うんだっけ？俺プックルだから。ボロンゴじゃない。プックルだ。お腹空いてきたな。ドンマイじゃないよ。俺の金返してよ。すげえ貯めたのに。いやー、どれ、最低だな、ほんと。金奪われたわ。ヘンリーどこだ？あ、ラインハットか。下はラインハットだと思う。あれ、ヘンリーがいない。マブダチがいない。いた。役立たずが仲間になったぞ。男気はあるけど役立たずが仲間。魚いてるよ。うん、ヘンリーの強さは弱っ。あ、ヘンリーはあれなんだ。北に行けって言われたら南に行くよ。ドラグ5、仲間の入れ替わり激しいな。あ、ヘンリーレベル1だったんだ。オラクルベリーだわ。多分カジノがあるところ。いや、カジノあるところオラクルベリーだっけ。あえて南に行きます。マヌーサは使えるな。ヘンリー強くねえか。南行って大丈夫かな。カジノできるよね。よし、カジノで合流しよう。カジノ行こう。北に行けっつって南に行っちゃってるから大丈夫かな。
してこいって言われて。やばい、強い。これはまずい。インパス唱えるんだって。あれなんだっけ。インパスじゃないか。なんだかわかんない塔があった。いや変に暗いすぎ。マリア連れてくる。あれ夜あったっけ。マリア連れてくる。マリアを連れてきて何するんだっけ。全然覚えてないな。北に行かないとまずいよ。減ったな。扉開けてもらうの。よく覚えてるね、ミオちゃんね。山賊ウルフやばいね。ヘンリーが弱すぎる。防御力が何もない。奴隷の服とブロンズナイフの戦力になってきたね。ちょっと装備整えてあげてよ。ちょっとかわいそうだ。あれモンスター仲間にできるのっていつぐらいだっけ。まだ先だっけ。ライブやり込んで、いや、わかるわかる、面白いよね。失敗。レベル上がった。リエミト。あ、オラクルベリーでバサか。スライムナイト仲間にして行こうか。やばい、やばいぞ、やばい。
ぬな、変に死ぬなよ、めんどくせえから。よし、いけるかな。満身創痍。どこで寝るんだっけ。寝かせてくれマリア、助けて。あれ、こっちじゃなかったか。腹減った。あざす。馬車手に入れっかじゃ。ゲームの展開サクサク進んで面白いな。ゲームバランスいいな。誰もが夢を抱きやってくるオラクルベリー、いいね。なんかいい響きだね。だからシカゴみたいな。買いに来た。何装備させようかな。チェーンクロス装備できるんだ、ヘンリー。ライバのブーメランをザ主人公だな。で、主人公のチェーンクロスをお風呂をヘンリーに。いやー悩むよね。よし、武器は OK。 防具だよ、問題は防具。防具どこや。あれ、カジノって夜しかやってないんだっけ。夜に来ないダメなんだっけ、カジノ。ああ、あの地下街にあのおじいさんがいるんじゃなかったっけ、スライムの。いた？スライムじいさんか？馬車はどこだ。もうちょい奥か。あ、銀行があるじゃないか。銀行なんてクソくらいじゃ。お鍋の蓋ありがとうございます。アイテムありがとう。オラクル屋だ、そうだ、オラクル屋に馬車があるんだ。馬車夜だっけ。オラク、あ、本当だ。腹減ったな。とりあえずカジノで遊ぶ。何する。
カジノで合流しようかな。どうしよう。すげえな。すげええげつない商売だな。えぐい商売。こういうでもなんか複雑なマップの街はいいね。いや、よく覚えてるね。すごいね。スーパーファミコンだね。腹減った。オラクル屋は夜だよって攻略本み攻略マスターが来ちゃったよ。とりあえずスライムナイト、まあまあカジノを楽しみたいかな。ちょっと俺はカジノやりたいかな。カジノ大好き。そっか、井戸は入れないのか。5は5最後傑作だよね。Me too かな。6も好きだったけどね。あれ、防具屋は夜しかやってないのかな。防具屋あった。とりあえずヘンリーを炎帽子、映像の方買ったのよ。川の橋の木の帽子。川の橋の。7割で買ってくれるからいいんだよね。ブルーも吹きいらない。そうなんだよね。ヘンリーとマリアの結婚ちょっと許せないよね。ヘンリーちょっとそういうところあるからな。ヘンリーはちょっとあれはないよね。カジノ行くか。カジノでカジノカジノ、あ、セーブしとこ。もう全財産失う可能性高いから。ポーカーやろうか。ダブルアップ面白いよね。ポーカーやろう。
賛成。ただ金があんまないかんな。1400。えい、カジノ。あ、スライムレースだ、懐かしい。やべえ、超テンション上がる。いいね。姉妹20だから、フルベッド。あ、やべえ、70枚しか買えない。70枚かよ。よしか。スライム闘技場、うわー、テンション上がる。景品場見ていい？もう世界中のハメガン、キラーピアス、メタルキングの剣強、グリーンガム。よし、よっしゃ、何やろうか、ポーカー。開けますよ。銀の髪飾り、金のロープ。へい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 、俺も踊らせろ。シャンシャン。I need you。 え、ポーカーどこだ。勝ってる時は強気、 OK。 あれ、ポーカーは6だったっけ。どれやろうか。ないね、ポーカーないわ。ポーカーの6だね。モンスター闘技場行こうか。俺これ強いんだよ。これ行こう。バブルスライム、一角ウサギ、グリーンワーム。グリーンワーム。グリーンワーム頼むぞ。ないわないわ。一角ウサギか。スライムいいね。 C かな。15万いきます。いいねいいねいいね。いいよ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 。勝った。3倍ゲット。いいですね。え、次のベッド行かないよ。次は誰だろう。ドラキー、大きずち、トゲ坊主、大きずち。20枚。15枚、20枚いっちゃおうか。景気よく頼むよ。大きい寿司頼むよ。やばい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 。やいいね。ダメか、ドラギーか。スロット行く。ゴースト、マットプラント、ナイトウィップス強えんだよな。ここで勝負、ここで勝負、これ勝負いこうか。ナイトウィップス頼むよ。ナイトウィップスいいね、いいね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 。いいよ。やばいやばい。あ、普通に負けたわ。スライム C でもう一回行こうか。スライム C 頼むよ。ここで25枚いきます。さあスライム C 頼むよ。
いいね、いいね。いいね。いいよ。あ、やばい。あ、負けたわ。あ。ラリザードかな。いや、ラーバキングでいこう。フルベッド行きます。破産するね。あ、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 死ん、おい、はい、なかったことにします。こっから長いよ、みんな。オラクルベリー編は長いよ。オラクルベリーは長いよ。選ばれた学園って何？おー、スライム100倍すげえな。メタルスライム勝たないでしょ。これ誰が勝つんだろう。これ難しいな。どう思う、みんな。バブルスライム行く？大穴。これホイムスライムだろう。ホイムスライムで行くわ。ホイムスライムで行くよ。あ、1000枚貯まるまでやめれば、で面白いね。これ行くよ、ホイムスライムに。いや、50枚マックスだって。ホイムスライム頼むよ。いいよ、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 あ、いいよ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 、あれ、あれ、え、何申し上げてんの。初見さんいらっしゃい。え、戦いない、引き分け、ふざけんなよ。それはねえだろ。あ、いいね。お化けキャンドル、お化けキャンドル1点買いします。これは勝てるっしょ。寝てるからね、ラーバキング。頼むよ、お化けキャンドル。底力見せてよ。寝てろよ、ずっと。いや、面白いな。え、起きてるし。なんで起きてんだよ。ふざけんな、なんで起きてんだよ。ふざけんな、もう。ふざけんな、もう。あー、イライラする。引き分けシステムなんか聞いてねえよな。あー、ていうか腹減ったな。のんちゃん、起きてる？起きてる？のんちゃん起きてる？ご飯ちょうだい。なんか、その、つまむものみたいなのあったっけ？あ、違う違う。ご飯以外のパン的な？ないか。ご飯食いながら、ご飯はがっつり食べたいな。ちょっと待って。いや、50枚とりあえず買って、それ1点で行こう。長くなるぞ、みんな。どれ行こうか。ゴーストマットプランナイトウィプス、ナイトウィプス行こう。50枚1点掛け。 あるある、裏技あるよ。あるある、一気に儲かる裏技ある。ドラクエは必ずあるもんね。ナイトウィプス頼むよ。よし、いいよ、いいよ、いいよ、これいけるよ。いいよ、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 勝った、あった、あった、155枚、セーブしましょう。セーブします。いいね、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 いいね。この155枚を増やしましょう。いや、楽しくなってきた。セーブします。いいよ、これは。you
なんかアイテム取ろうか。なんか目標決めようか。目標1000枚で何もらえるんだっけ。1000枚世界中の歯だよ。キラーピアス、メタルキングの剣5万枚、グリーンガム、グリーンガムってそんな強くないん。5万枚は遠いな。確かね、スロットの機械割りがとんでもなくいいんだよね。スロットは機械割りがめちゃめちゃいいんだよね。スロットやるか、しばらく。10ドルでいこう。15回回せるんでね。あ、結構遠いな。機械割り確かめちゃめちゃいいんだよね。ああ、スイカ来ない。ベル当たんねえな。30枚。スロット好きだからな。おチェリー入った。あ、やべ、3枚隠しやがった。失敗したな。クラムの3、5。あ、そっか、横ラインだけなんだこれ。ベル来い。ベル来た。あれ、シェリー30枚か。シェリーってことはじゃあ元に戻るだけ。が来い。来ないか。やっぱあれかな、闘技場かな。闘技場が熱い。だからベルはいいか。ベルツがあのスロットは微妙だよね。スライムレースいいか。さあどれ行こうかな。スライムレース、これかな。早いですよ、見切りは早いです。フルベッド行こうか。1点、2-3の1点。長いなこれ。闘技場が好きだな俺。2-3の1点で行きます。ピンクと赤やっしょ。長っ。あ、ダメじゃん。全然ダメじゃん。あれ？来た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 ？いけいけいけ。2-3、2-3。ああ、いけいけ。ああ、頑張れ頑張れ、2。頑張れ頑張れ。頑張れ、2。いけいけいけ。頼む頼む頼む。4強えな。頼む頼む。ああ、ダメだ。ダメだ。2が弱い。2。2、上げろ上げろ。ピッチ上げろ、ピッチ上げろ、ピッチ上げろ。いけ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 。あー、ダメか。ダメでした。いや、闘技場で増やそうか。闘技場で。メタルキングの剣手に入るとさ、全然面白くなくなるんだよね、このゲーム。ゲームバランス崩壊するんだよね、これ。
ゲームバランスマジで崩壊するぞ。なんかファイナルファンタジーみたいになるんだよ。あー負けたな。あ、勝った勝ったよ。次の試合にかけます。ドラキーかな。やばい。あーくっそ。チートだよね。チワラシベビーパンサー行ってみようかな。いや今の回心は痛えな。え強土割れ腐った死体爆弾ベビー腐った死体行ってみるか。伝説の武器がカジノで手に入ったらダメでしょ。メタルキングの剣手に入れちゃう？メタルキングの剣手に入れちゃう？いや寝落ちでしょ。なんとかですよ。あ、やばい。いいね。いや、負けだわ。スライム、トゲ坊主、セミモグラ、グリーンワーム。これグリーンワームです。グリーンワーム 1.1 だからつまんねえな。あー難しい。ライトイップスかな。いいねいいね。あやばい。あーダメだ。穴が来た。穴だったわ。ゴーストか。大ネズミでしょこれは。いや楽しいね。ギャンブル楽しいねやっぱ。次ラストかな。馬車手に入れよう。ダメだ。ギャンブルはやっぱダメだ。ギャンブルは良くない。ギャンブルはダメですよ。人間を滅ぼす。これラストギャンブルにします。スライムナイト仲間にして堅実な方がいい。冒険が進まない。ギャンブルは
ダメ、ギャンブルダメ絶対。誰行こうかな。トンネラ行こうか。15枚獲得。よっしゃ、次にかけるぞ。ここ勝負どころ。土晴らしどう思う、これ。土晴らしベビーパンサー、土晴らしでしょう。ベビーパンサー行くか。ベビーパンサー頼むよ。ベビーちょっと辛いけど、ベビーパンサー頼むよ。あ、ベビー、食らった。いや、あ、やった。あ、早いな。くそ。くそ。グリーンワーム、バブルスライム、ドラキー。ドラキー、大穴行こうか。一角ウサギで行こうか。一角で行きます。いや、悔しいな。か、張ります。大穴行きます。あ、ダメだ。A の首長いたちが勝ったな。マジか。まあ、ちょっともうちょいやらして。もうちょいやらして。ちょっと悔しいな。ちょっと。いや、このまま終われないでしょ、なんか。スロット行くか。スロットやろう。俺はやっぱスロットだから。スロットしかねえわ。スロット行こう。お、セブン。七来ないか。ゲームで熱くなっちゃうからね。病気だよね。かすりもしねえよ。かすりもしねえのかよ。頼むぜ。スロット行くか。なくない？ゲームでもパチンカスって嫌じゃない？ゲームでパチンカスって嫌だよね。
何やっとんじゃお前は。俺はあの角に、角にの台を裏切らないと。角さん行ってみるか。角さん行きます。メルコイ来た。いいよ。プラム、プラムもう一個。ポーズの前に、いいね。ベル、いいよ。いいね。いいね。ガンガン行こう。角さん当たりだな。ボッチェリーか、闘技場が一番面白いな。なんか腹立つな。なんか腹立つな。やっぱ闘技場か。夢一発逆転闘技場。少ないベッドから行けちゃう闘技場行こう。男は黙って闘技場だよ。自分で止められれば最高。あー、目押しができたらね。スーファミのスペックではそれ難しいよね、やっぱ。大穴行くぜ。大穴行こう、大穴。難しいか。おお、これは面白いな。
ドラキーマかな。これは面白い。いいね。いいよ。あった。いいね。いいよ。もちろん行くっしょ。さあ次何？行くよ。うわー難しい。ラーバキングでしょ。ラーバキングでいいっすか？ラーバキングでいいっすか？メラリザード来るか？あえてのお化けネズミ、ラーバキング。うわ、むず。ラーバキングが硬い。ラーバキング。頼むよ、ラーバキング。頼むよ。あ、ダメ。ダメって。来た。2連勝。231。ここでもう一勝負か。ここでもう一勝負いきますか。え、どうする。ここでもう一勝負行く。うわ、231枚どうする。行く。うわ、どうしよう。いや、ここは配信者ギャンブラー行こう。ここは行こう。行きます、僕。200枚頼むよ。いい試合頼むよ。いきますよ、僕。うわー来たー。これはね、首長イタチ行かないといけないんだけど、 A か B か。 A と B どっち行きます？これはもう首長イタチにするしかない。 A と B どっち行こう。 B、A。ここは首長しかないんだよな。 B 行きます。頼むよ B。 いいよ。あれ、ダメ。あはは、マジかよ。かよ、マジかよ。200枚でやめとけよかったな。むずいね。いや、冒険が進まねえよ。冒険が進まねえよ。ギャンブルが重すぎる。パンサー行っちゃおうかな。大穴。ネズミ強かったね。あれ結構まくれるゲームなんだよね。ベビーパンサー頼むよ。いいよ。ダメ。いいよ。ダメ。あ、負けたわ。負け。あかん。骨強えな。お化けネズミ、メラリザード、ラーバキング。これラーバキングな。これ鉄板なんだ。あんまり美味しくないんやな、ラーバキング。これ鉄板だから。これ鉄板。ここは鉄板です。はい、鉄板。あれ、強い。さあ次、バーガーキング、ありがとうございます。よっしゃ、次スーパー、むずー。キャンセルできないのかな。キャンセルはできないんだ。ちょっと待って、サボテンボール、こんな運ゲーじゃん。
懐かしいよね。 D 行くか。 D にします。こんなん運ゲーだわ。 D ね。いいね、いいね。ダメ、いいよ、ダメだ。ああ、負けちゃった。こんなん分かるわけねえじゃねえかよ。スライム B、 スライム B 行きましょう。行きます。B 頼むよ。いいよ、いいよ。あ、ダメだ。あ、腹立つ。山間で運だよね。くそ。いや、もうスライム闘技場しかないからね、序盤は。スカル行っちゃおうか。あえての大穴スカル行きます。あかんな、ダメだ。お、ゴースト勝ったよ。儲からなかったらリセットとか、種線が尽きたらリセットってやってるね。150枚しかない。鉄板ラーバキングさん、いいよ。あ、やばい。いいよ、いいよ。やった、ラーバキングさん強い。いいよ。ここで次ね。ここで誰が来るか。お、ベビースカル行っちゃう。大穴スカル行くか。大穴スカル頼むよ、スカルさん。大穴、大穴スカル。あかん、あいや、ベビーパンサーかよ。マジか、マジか。グリーンワーム一角ウサギなんだよな、ここは。ここは一角先生なんだよな。ラブちゃんありがとう。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あった、よし、次次。いいよ、これはいいよ、これはいいよ。さあ、これを次の試合がどうなるか。あ、来た、首長先生。大穴 B、 大穴 B 行くよ。頼むよ B。 いいよ、いいよ。ダメ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 だ。そう、いいよ、いいよ。ダメだって。あー、くっそ、あー、くっそ、くっそ。とりあえず1000枚ぐらいにしないとスロットに移行できねえかんな。いやー、ダメだったわ。タイムラグがあるから。俺は未来を読んでるから。あるさ。スカルさん行きます。スカル頼むよ。いいよ。ダメだって、ダメ。あー、イライラする。
かこれ好きなんだよな。あえて大穴バブルスライム、大穴バブルスライムいきましょう。まあホイミスライムが硬いんだよな。ホイミスライム買った。あーゴースト、ゴースト行こうか。悪くない。あーゴースト幻に包まれてきたよ。ああくそ冒険が進まないよ。みんなみんなみんな冒険が進まないよ。パチンカスだよパチンカス。みんなこうなったらダメだよ。オラクルベリーの悪魔です。ドラキーが硬いけど大きい寿司、一発逆転大きい寿司。2連3で勝つの予想するの難しいな。ダメだ。おい来た。ダメだったか。出たサボテンボール。こんなの読みようがないもんね。ロースペックだから。じゃあ一番倍率高いのでいきます。B ですね。サボテン。一番最初にやれちゃったよ。こんなのわかんねえよ。このラーバキングは鉄板だからね。ラーバキングはもう鉄板。これは勝った。これは鉄板だから。あれやばい。お化けネズミかよ。マジかよ。わかんねえな。うまく調整されてるよね。いやーカジノ。スライム倍率一番高いのでいくか。はい、スライム C にかけました。いいね。いいよ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 。勝ったこれ。これいった。勝った勝った。おしでかい。150。ここでもう一回勝ったらよっしゃ一丁。うわ出たサボテンボールかよ。C 行きます。150枚サボテンボール。なんでサボテンボールなんだよ。 C です。最悪。ラーバキング。いや
いいや、ラバキングいきます。あーイライラする。ここは硬いね。これを次の試合がどうなるか。おーゴーストいきます。さあゴースト頼むよ。あーダメだ、もうダメ、マジか。ないなぁ。ダメだ。お、勝った。お、勝った勝った。おお、勝ったわ。215枚、これセーブするわ。215枚これセーブ。とりあえず種線増やしてもう一回リセットする幅を減らそう。よし、これで4回戦えるようになったぞ。ゴースト勝ったか。うん、腐った死体、爆弾ベビーアップル、爆弾ベビーアップルいっちゃおうか。大穴、大穴いきます。ブラウニー、ブラウニーいきます。頼むよ、会心の一撃。痛恨か、痛恨頼むよ。あ、ダメだ。あ、あ、惜しい。ブラウニー頑張ったな今の。終わらねえ、朝まで打っちゃうよこれ。
関西行こう。いいね、いいね。あ、負けだわ。ピンキー、トンネラ、クサッとしたい。エビルアップル、大穴。エビルアップル勝つことないと思うけどな。あ、もうダメだ。絶対勝てない。一番最初にやるとおブラウニー、ブラウニー頑張れよ。ダメだ、骨強えな。ベビーパンサカドさん行くか、スロットの、スロットのカドさん行くわ。機械割りの高いカドさん行こう。あー、7来ないか。
全然当たんねえな。腹減ったな。角に行くか、角に。
スイカ。ベル。おはよう、お母ちゃん。おはよう。秘宝伝やってたね。霞もしねえな。ダメだな。ゲーム放送珍しいでしょ。ドラクエ5。今ね、冒険が進まないんだよ。ずっとカジノで入り浸ってる。パチンカスですよ、パチンカス。冒険もしないで。今ね、ま、親父の仇を討とうとかね、そういう気分じゃないんだよね。10年間奴隷だったから。スイカ来い。プラム。シェリー。シェリードラクエの数もハマるよね。中毒性がやばいわ。全然増えないんだよね。バー来い、バー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 。スイカ、スイカ、かすりもしねえ。お、4枚。お、シェリーもう1個。お、140枚か。減ってるじゃねえかよ。まあでも機械割り良さそうだな、この台は。いいよ。裏技あるよね。やっちゃう裏技。時間の無駄だから。裏技やっちゃう？スライムレースの裏技だったっけな。ごと行為やっちゃう。ごと行為ってやんなきゃな。店潰すか。ごと行為やってみようか。じゃあ
れ当たった。ああドラクエ。やってみようか。元恋やります。え、ポーカーってなくない？ああ、なるほど。なるほど。ポーカーね、もう一個あるんだ。カジノ戦っていうのに行かないとダメなんだって。ここで増やすわけじゃないんだ。ここじゃないんだ。感じなんだ。いいからあのストーリー進めないとだね。機械割りは確かにいいんだけど枚数がネットこっちの方じゃない。ドラゴンクエストドラクエ5だね。冒険が進まないんだよ。1時間ぐらいずっとスロット打ってるわ。やだよね。ゲームでもパチンカスってやだよね。冒険進める？ゲームでもパチンカスになってんだっていうね。いや笑うよね、うん、まあネットカジノなのかな。やっぱね闘技場で増やすのがセオリーみたいだね。あれ裏技ってどなんかあった気がするけどな。オラクルベリーでが当たりやすいんだって。一番左が当たりやすいって。ここか。これが一番機械割りになって。おはようございます。2つがリプレイだな。腹減ったな。スライムレースだっけ。なんか裏技あったよねスーパーファミコン。スライムレース、裏技なんかあった気がするんだけどな。オラクルベリーで当たんないじゃん。
900枚ぐらいもらえた。嘘。うん、ダメだな。モンスター闘技場行こうか。スロットはダメだ。よっしゃ、開けるぜ。出た、サボテンボール。当てんのむずいんだよなこれ。サボテンボール A でいきましょう。いいよ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 。来た来た。これ一回保存します。いいよ、セーブします。ブラウザあったよね、ドラクエ5カズの。一回格闘場勝負したいメースに行き、 1,2 がオッズ10というのを確認して、うん、勝負した後にスライムエースに行って 1,2 がオッズ10というのを確認して、スライムエースやってみようか。いや、スーパーファミコンですね。これをかけんだって。まあ適当にやりましょう。で、1,2 に10のオッズが来たらいいみたいな。やってみましょう。負けたしで、スライムレースで 1,2 が10倍になったらいいんだって。じゃあかけるよ。これがほぼ勝てる裏技なんだって。でたまに負けることがあるらしいけど、じゃあいきます。いや来ないでしょ。1,2 勝つか。あれこれ 1,2 勝つか。どうだ。あ、勝ったわ。え、こんな簡単にいいの。勝っちゃった。え、
ソロ、ソロ、これがさっき言ったあの900枚、ゆうきさんのやつか。こんなにもらえんの？いや、こんなちょろくていいんすか？これ50回やったらメタピンもらえちゃうじゃんね。いや、こんなちょろくていいの？で、10倍になってればいいの？なってるな。雑なバグだよね。雑なバグ。わーい。ごとだよ、ごと。店ぐるみだよ、これ。これ、ごとしだよ、ごとし。ごとでしょ、完全に。怒られるよ、これ。あんまりやってると。たまに負けることもあるって書いてあったけど、あれ、これさっきと同じ展開かも、しかして。あれ、これ負けんじゃん。負けだわ、これ。負けだわ、負け負け負け。おはよう、おはようございます。お、負けた。負けるんかい。負けるんかい。かけないでレース見んの。失敗したわ。スライムかわいいね。もう早く進んでほしいんだけど。スロット行こう、スロット。あー、うさぎありがとう、ロビちゃん。腹減ったな。スロットで一攫千金狙おう。じゃあ一攫千金行くぞ。スロットじゃ、スロット。男は、男はスロットじゃ。1000枚ぐらいあるでしょ。パチンカスだよ、パチンカス。ワードツー。腹減ったな。どんちゃん起きてる？寝てるか。
おー、いいじゃん。バーが入ってる。いいね、いいね、いいね。いいよ。朝からパチンカスだからね。おはよう、カズ。おお、来た。赤七。お、さあこれ1万枚きた。はい、撤退します。きたきたきた、大当たり、大当たりですよ。これはすごい。7が4つ揃った。あざーす。はい、やめます。セーブします。メタルキングの剣手に入っちゃえ。揃ったな。揃っちゃったよ。何の前触れもなく揃うんだね。いきなり満杯だったね。 笑うわ。じゃあ一番やばい沼打ちます。沼打ちましょう。沼行きます。沼はやべえぞ。沼は一回300ゴールドかかるからね。沼打ちます。沼だな。沼は沼だね。沼だな。ヘリが早い。
大丈夫かこの沼台全然かすりもしねえな。明日フットサルだね。スイカ、なんだよなんだこれ、なんだこれ、減る一方だな。もう万枚が全然なくなってきた。ダメだな、クソ代だな。クソ代だ、クソ代。もう持ち金半分か。辛くねえか。辛っ。マジ腹減った。スイカおいっちょ千枚かな。7来い。あー来ないか。なんか当たり始めたな。
は横山みどりだって何、うん、やっぱ冒険をするべきだね。ギャンブルは良くないわ。ゲームでもわかる。ギャンブルは良くない。あの、人生をダメにするギャンブルダメだ。ギャンブルで一発当てようっていうのは良くない。時間の無駄。退屈だもんね。あ、こんな感じなの。いや苦痛だわ。苦痛、辛いよ。メタルキングの剣なんていらないよ。7、あー7が7揃えろや。いやー辛いな。揃わねえわ。ドラクマって何？1万もうなくなっちゃったじゃん。いるの早っ。下手だね。終わりにしようかな。今日馬車手に入れてからにした方がいいかな。馬車手に入れてからにするか。ダメだダメだ、終わりだ終わり。馬車手に入れます。馬車手に入れてなんか仲間にしてから終わりにしよう。バサだバサだバサ。バサ手に入れるぞ野郎ども。へい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 。ザコメ、来いや来いや来いや、夜来いや夜来いや。ヘンリー育ち盛りだな。夜来い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 。
た、夜来た。お買い物行くよ、みんな。お買い物行くよ。へいへい。へいへい、馬車よこすな。バサゲット。スライムナイト仲間ですから。スライムナイト仲間にすっか。リバーサゲーやっと。スライムナイトってどこで出るんだろう。おブラウニー仲間になった。よし、ブラウニー行くぞ。ブラウニー気合い入れてけよ。朝手に入れたよ。ブラウニーが速攻仲間になったわ。スライムナイトだよ、スライムナイト。問題はスラーリン仲間になってないか。あれ、ドラクエ7で3人だっけ、パーティー3人だったっけ。スライムナイトどこだい。
コザ。確かスライムナイトが最強だよね。スライムナイトどこで手に入れるんだっけな。あ、プチタクないね。スーパーファミコンじゃない。
するか。
雑談やってもいいよ。メタルスライムだ。なんだよやめてくれやん。
タルスライム水やな。どうすこ。サッタスライム仲間になんだっけ。逃げるなら出てこんなよ。一回も倒すよ。ん？なんだ？
みんなでやばいやばいっつって。さっきのやつな、どうやって飛んだ？何これ？あるよ。イベントスか。イベントあるよ。上から落ちるパターン。でもあれ挟まれてるからできないはずなんだけど、あそこに落ちちゃったら無理でしょ。宿屋あったっけ？あったか。入れ替えたいな。作だよね。いや、グラフィックもこれくらいが好きだわ。かわいい。ちょっとここクリアしたら終わりにするわ。さっきのどうやってやんだ？全然意味わかんないんだけど。スラリンでも経験値入んの？
嘘でしょ。馬車ないよね。あ、入るんだ。なんか言ったのさ、うん、めっちゃいい人じゃん。お父さんとなんかやるっていいよね。羨ましいわ。スラリンめちゃめちゃ急成長してる。まだ使い物にはない。あれどうやってやんだろう。こっち側関係ないのかな。のんちゃんおはよう。バーガーありがとう。謎ののんちゃんからバーガー。これをどうやって、これが意味がわかんないんだよ。この緑
あそこどうやって取るのかな。あれ意味わかんないよね。あれ取れないのかな。スーファミ。あれどうやって取るんだろう。意味がわかんない。飛んだの。なんだここ。そうな気がする。なんだこれ。上の階に仕掛けがあって石とか水とかも。入ってるからこれ落ちるのかな。なんだろう。この階だよね。この階もなんかある。あれ？いいね。初だな。スライムが結構上がりそうだな。あれ？スライム上がんないの？闇のランプ。闇のランプ。なんだ闇のランプってなんだよ。闇のランプってなんだ。ん？なんでここに戻るんだ。なんでここに戻るんだ。え？どういうこと？
よくわかんないな。全体明かりにスポンドできる予備用のランプ、あー、ありがとうございます。そこに行けないもんね。あ、夜にするランプかな、確かラナルータか。多分夜にしてくれるんだ、闇のランプは。そんな気がする。下の階でそこに行けるように。下の階、下の階でそこに行けるようにしよう。そこに行けるように、下の階に戻るの。素早さはいいんだけど、メタルスライム倒してないかんね。メタルスライム倒してないのに素早さの盾もらったんだけど。大丈夫か。置き土産で宝箱置いてってくれたんだ。逃げるときに落とすんだ。あのさ、ちなみにさ、本当に申し訳ないんだけどさ、サムネ変えてくんね。申し訳ないんだけど。コメント表示しづらいわ。それ多分バン対象だよ。いや、女の人は裸でしょそれ。バギマ覚えたな。いや、着てるけど、着てるけどアウトでしょ。まあ、いや、わかるけど、着てるのも確認したけど、仕事に支障出るわ。
申し訳ないけど、ちなみさん嫌いじゃないけど、コメントでそういうのやっちゃうとブロック入れざるを得なくなるから頼むわ。いや、本人かどうかって、本人だったらいいって問題じゃないでしょ。そういう問題じゃねえわ。本人かどうか。いや、これどうやってやんだ、これ。全然わかんねえな。肖像権の問題じゃなくて、着てたとしてもちょっと露出に近いから、ちょっと頼むわ。服着てくれ。ああ、ありがとう。ギリギリすぎるだろう、これは。いくらなんでも。服着てるっつっても、ほぼ裸だから。これはまずいでしょう。これはまずいよ。これどうすりゃいいんだろう。上の階で足跡つけろ。上の階？上の階？ここじゃなくて？ここじゃなくて？上の階？ここじゃなくて？てか服着ろっつってんだよ。 着替えてこい早く。ここで足跡つけると何なの？で、足跡全部につければいいのかな。足跡つけろじゃない、服を着ろっつってんだよ。何にもなんないけど。もう4時間もやってんのか。あれ？そういうことだったんだ。どういう仕組み？足跡つけると、足跡つけるとなんでここの水が減るの？原理がよくわかんねえよ。原理が全然意味がわかんないんだけど。ありがとう、ちなみ。なんで足跡つけると水が減るんだよ。どういう理屈だよ。あ、そういうことだ。
わお。わお。パーティーの入れ替えってバスじゃないんできなかったっけ？できないか。いや、小さなメダルがないのにびっくりしてるわ俺。ファイブって小さなメダルないんだね。あれ6から導入されたんだっけ。おはよう。ちなみにもうどうしようもない。服を着てくれない。アイテムありがとう。ドドスコスコスコドドスコスコスコ。ドドスコスコスコドドスコスコスコ。お、天空の剣だ。天空の剣ここで手に入んの？え、天空の剣ってパパスのこんなところで天空の剣って手に入るんだっけ。おかしくねこれは。ここでいいの手に入って天空の剣。袋が欲しいな。アイテム舐めてください。天空の剣、天空の剣をブラウンに渡したらダメだろう。天空の剣ここにあったらダメじゃねえか。結構モンスター弱いからね。結構盗賊とかに取られるレベルだからね。ここ簡単に侵入されるよこれ。バカ10個ありがとう。ブラウニーまた？まあいいや、仲間にしよう。ブラウニー2匹目。スライムナイト仲間にしたいな。リレミトでセーブしますか。リレミトでセーブしよう。
ほ。じゃあリレミとします。アイテム取ったんで。てかまさかこんなところで天空の剣がいきなり手に入るとは思わなかったな。じゃあリレミとします。っていうことはもう結婚？もう結婚？俺。え？もうビアンカと結婚すんの？俺。8500ゴールド。だいぶ金貯まったな。アイテム、袋、なんか道具がめちゃめちゃあるんだよ。松明とかいるのかよ、本当に。松明とかいらねえだろ。なんでこんなことになってんだよ。4時間もやったんで、今日はこの辺にしますか。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ドラクエ5配信。スライムナイト仲間にならなかったのと、ちょっとカジノで遊びすぎました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。また見に来てください。ちょっと俺ご飯休憩取ったら雑談配信やります。30分後ぐらいになると思います。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。